オレンジですよ、オレンジ。ヤスさん、今日の愛車紹介はついに来ましたよ。来ましたね。ブラックリミテッド。幻の限定商品ですね、これ。なぜね、まあまあ安い時に買わなかったのか。本当そうっすよね。まあそう言ってもね、20年以上前の話ですけど、ね、もう20年とかじゃないんだよ ね。限定数あれでしたけど、当時400とかじゃないでしたっけ。このブラックリミテッドって、確かそれのもそうですけど、確か MR2 にもあったと思うんですよね。ありました、ブラックリミテッド。なんかスペシャルなんとかエディションじゃなくて、あと WX でもなんかありますよね。え、本当それ、うん、WX はありましたよ。なんかあったっすよ、ブラックのなんとかみたいな。なんか急にトレノとか、うん、あ、急にレビンかなんかでもあったのありましたね。はなんか見た、見たし記憶もある。はい、あ、これラインってオリジナルですか。あ、パクリ。これ新品も出ないんですよ。新品じゃないですよね。これはこれもパクリ。あ、パクリやん。全部取る。パクリ。ステッカーあるやつですね。あれこれ前頭、一体前頭同じ色で、あ、だそうですよ。すごいですね。やっぱり違うな。やっぱゴールドですよね。これね、同じ色。そうです。タイヤ、まあ、タイヤね。タイヤはあれですけどね。ね、かっちょいいホイールついてますよ、これ。ああ、そうですよね。スリットロートはそれも。おお、すごい。ですね。なんか効きそうなパッドですね、はあ、でもあれですよね、本当にオリジナル品だと、ホイール、ホイールもゴールドで、確かマーク2、71マーク2の14のホイールがゴールドみたいな。安さん今日分かったっすけど、まあまあ詳しいですよねだったみたいな感じですね。なんかね、そうですね、はあ、でもこれあれですよね、ここ塗っちゃったってんの？オリジナルってちょっとよくわかんない。ここってオリジナルで塗ってあるんですよ。ここバンパーって。バンパー、うん、オリジナルで黒の。あ、ブラックリミテッドも塗り。あ、そうなんだ。そうなんだって。それは知らなかった、さすがに。うん。あ、オリジナルのはず。のはず。はい。そうですね。ですよね。樹脂バンパーなわけはないですよね。やっぱ特別ですからね。特別ですからね。はい、うん。やっぱここ。これでしょ、シート違うんでしょ、これ。シート違うんですよね。ちゃんとアペックスという。あ、メーターもね、メーターもオレンジ、メーターもオレンジ。オレンジですよ、ほらオレンジ。ヒーターのとこもオレンジ。ああ、あと時計もオレンジ。時計もオレンジなんですか。時計もオレンジ。安さんまあまあ詳しいっすよ。まあまあですね、まあ、もうちょっと詳しく言うと、本当はそこのシフトノブのやるもオレンジ。ああ、これシフトノブ違うんだ。違うんですね。でもなんか売ってんの見たことあるんですよ。あるですよね、うん、多分売ってんのかバタモンなのか。いやー、でも高価だと思いますよ。でもやっぱね、これですよ、これハンドル、ナルディクラシックね、みんなこれだったっすか。やっぱこれですよ、ね、これですよ、ね、これ定番です。これ今売ってないんですか。いや、どうなんすかね。普通に売ってる、普通に高価ですよね、クラシック、ね、ほら、安さんが好きなやつ、ほら、何、ほら、あ、ラクカセット入れですね。カセット入れ入ってるんですか。ETC が入ってます。ETC なんか上げないっぽいですか。でもこれはやっぱ、でもこれ貴重品ですよ、これ、うん、カセットを入れるケースっていうのは今売ってないですからね。そうね、それもタバコです。ラーク、まあ、これあれね、昔オートボックスで死ぬほど売ってたんですよ。売ってましたね。ちょっともういいですか。お、ほら、まあちょっとね、中入ってないですけど、ヤスさんの好きなやつ、こういうカセット入れ、これ大事ですね、これ、このカセット、これ何個入るカセット入れだったんでしょうかね。10個。あ、いや、20個ぐらい入るんじゃないですか。これ多分タバコと一緒でワンカートなんでしょうかね。12個、20個、20個、うん、多分10個入る、入っか、入っかもしれないですよ、これ。多分ここで10個、うん、そうです。結構タバコの厚みとカセットって一緒ぐらいなんでしょうかね。あ、さ、ラークですよ、ラークですよ、ここにこう、ラーク、あ、ラーク、まあ後で除湿か、そうですね、はい、ね、テールランプ違うんですよ。テールランプは一緒ですね。ただここですね。ああ、出た。ここがブラックリミテッド。
これブラックリミテッド、はい、これ、うん、これオリジナルですか。でもここにシールは入りますかね。なんかこう疲れた感じしてるから、多分そのままじゃないですか。そうですね、ブラックリミテッド、マフラーがこれはまた渋いデュアルだし、デュアルだし、クズもオリジナルも塗ってあるよ、ね、多分塗ってあるんじゃないですか、うん、ここは樹脂な感じはしないですよ、しないしない、重さをちょっと、うん、ディアスポーでもあれだったかな、樹脂当時の樹脂、樹脂、樹脂、ね、うーん、久しぶりにリアワイパー見ましたね。リアワイパーってリアワイパー、いや私ついてましたよこれ。あ、昔、今ついてない、今ついてないですね、捨てましたよ。そうなんですか、やっぱり必要ですよ。燃えないゴミの日に捨てましたよ、マジで。いや、ワイパーは必要だな。そんなに高いもので売れると思わなかったですね。いや、もう何でもお宝っすよ、ね、今もう捨てるものがない。今だったらあれよね。もう捨てちゃダメ。何かのために旅行に。そうね、これ、エンジンも変わってるかもしれない。あっ、なんか違うぞ。エンジン、コバルト。101111のアネックス、あ、これガレージアネックス、あ、そうなんですね。私ちょっとお世話になった、あ、なんかね、よくお世話になった、部品買っただけですけどよくあれですよね、こっちにつける人とこっちにこう叩いて叩いてつけたとか、いろいろありましたね。ほら、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 あらこれよくわかんないですけど、コアサポートに番号があるっていうのは新車から、あ、事故車あ、こことここ合ってなきゃないですよ。ここにあるやつは事故車、事故車じゃなくて、あのトヨタで作ったやつは、ね、あー、あ、北関東はこっち、あ、そういう、あ、両方あるのはおかしい、あああ、そういうことですね。そうですね、はい、また勉強になりましたよ。そう、これほら、ね、電動版ついてますね。やっぱりこの、このね、これエアコンのメーカーが違う、エアコン、エアコン、このあれ、これコンデンサーモーター使う、あ、これ純正のエアコンじゃなくて三電のエアコンなんで違う。あ、でも当時、そう、当時三電のつけると、あ、これがついてる、これがついてくるんですか。演奏じゃないと、でもこれないと冷えないですよね。また今度はトレノのオーナーの方の参考になっていただければなということで、今日はこれで、また、今回もご視聴ありがとうございました。ではまた来週。